おはようございます、こんばんです。今回ですね、前にいただいたこちらフィリップのですね、こちら皆さん使ってます。結構ですね、バッグとかにですね、さっと入って何か思いついた時には取り出して書く、非常にスマートなツールかと思います。こちらの中の紙がですね、なくなりましたので、ちょっと補充したいと思います。ではスタート。今回はこちらフィリップメモですね。これいつもですね、ディーゼルのバッグとかさっと入れてですね、そして何か感じたことをこうして書き留めています。非常にまあ軽快なスタイルなので気に入っていますね。で、今回ですね、もうこの紙がですね、ラスト1枚しかないので、名刺サイズですね。これをですね、また補充したいと思います。用紙はですね、ダイソーの情報カードですね。インデックスカード無地、サイズが118cm2mm と 12cm8mm ですね。40枚入り、結構大きいサイズなので、これをですね、このように3つ3等分にカットしたいと。この情報カードですね、松浦弥太郎さん、元編集長の方ですね、まあ、紹介していたのでですね、私も真似して購入してこれをカットしようと思います。これはベースに、こうまずはラインを引いていきます。こういう時もラミーのスカラ、非常に美しいですね。そして定規はこちらですね。金尺定規ですね。これはですね、学生の時から使ってると思います。こちらにメーカー名トゥーとありますね。これ大阪の、梅田の文房具屋さんなんですけども、今はちょっと違う名前になってたかな。かなり長く愛用しています。こうしてタリを取るだけですね。そして普通はまあこの寸法を測ってあれするんですけども、こういう感じで十分ですね。まあ、ほとんどメモ書きなので。で、こちらを何枚かな、2枚しか取れてます。あと2枚ぐらい。で、揃えてカットして。もうこのまま一気にですね、カットしたいと思います。まあ、
スで言えばエクストリーマーがいいかなと思うんですけど、ね、このままこれで削る切れますか。気持ちがいいですね。カッターと違って感触が面白いですね。料理をしてるような感覚ですね。なんか新たな心地よさを実感してますね。本当にメモ書きですので、ざっくりという感覚で十分かなと思います。まあサイズはちょっとバラバラですけども、そんなに気にしないでですね。これで完成ですね。これで補充完成ですね。本当に早いですね。このスマートさがいいですし、この手軽さ、そんなにこだわらないで、使えるところがまたいいかなと思います。さっと取り出して、そして芯を回転式で出して、フィリップメモですね。非常にラフに書けるのが心地ですね。本当に忘れないメモ書きになりますけども、特に字のうまさとか何も考えずに書けるところが、あとはこのペンですね。悪くはない。ペン自体は非常に美しいですよ。綺麗です。中の芯、一度まあ別のメーカーに変えましたけども、もう少し書き心地がいいのを探しています。十分にですね、インクフローラーは良くていいんですが、若干引っかかりがあるかな。このペンは気持ちいいですね。さっと書くにはおすすめです。どうでしょうか。非常にコンパクトですよね。そして紙の補充もですね、そんなに気にせずに、さっと入れ込めるところがまたいいですね。そしてあまりこの文字の美しさとかバランスとか考えずに、このメモ一枚一枚セパレートになってますよね。まあラフに書ける、本当にミニマムな商品ですね。ぜひ皆さんも手に取ってみてください。もしこの動画が楽しかったらいいねボタン、チャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。